はい。今回はエンリケさんについてやっていきましょうかえ。エンリケファンなどからですね、不特定多数の人からお金を集めておいてですね、え約束通り返金しないという、えー、詐欺疑惑が持たれているエンリケ夫婦と、 えー、私は知らない。旦那がやったことだと。す、え、べ、ー、ての責任をですね、えー、旦那さんになすりつけているエンリケさんですけども、えー、青汁王子の自宅、青汁ヒルズにですね、今逃亡しているわけなんですけども、旦那さん、まあ、今、豚さんというふうに呼ばれているので、今回豚さんと呼びますね。で、この豚さんにですね、今、暴露をされてしまっていまして、えー、無事にですね、エンリケさんが知らなかったというのはですね、嘘だということが判明してきましたので、紹介していきたいと思います。 はい。 えー、まあです、ね、もう豚さん、もともと逮捕歴もあってですね詐欺師なんじゃないかというふうな噂もされている人なので、えー、豚さんが嘘ついている可能性もなくはないんですけども一方でですね正しいことも言ってるんですよね、えー、そのあたりもですね後ほど紹介していきたいと思います、えー、ちょっとおさらいがてらですね今回問題になっている事業について、えー、暴露系 YouTuber のです、ね、これこれさんの配信で被害者の方がですね証言してくださっていましたので参考までにお話しさせていただきます。 今回の問題になっている事業としましてはお客さん側からエンリケさんの会社に対してお金を貸すと1回渡すと一定期間後に必ず一定の利益を上乗せしますそれで返金しますよというようなですねビジネスですねこれこれさんの生配信にですね出てたそた被害者の方がですねおっしゃるには半年間お金を貸したら 12%1 年間貸したら24%だったらしいんですよねもうこの時点で,ですねおかしいんですよね あの半年化した方がお得じゃないですか <laughs> 例えばですよ、これ100万円1年間貸したら124万円になるんですよ。でもですよ、これ半年貸すと、 半年後に112万円になってまたそれをさらに半年貸すと125万4400円になるんですよ半年ずつに分けてえ貸した方がですねお得なんですよ <laughs> 普通ですねこれ逆だろうと思いますけども1年貸した方が1年間そのお客さんからしたらお金返してもらえないわけなのでそれなりのメリットがないといけないわけじゃないですか だから普通、長期間貸せば貸すほどですね返してもらえるお金って増えるはずなのになぜかですね半年で2回貸した方がお得だというですね何 <laughs> <laughs> ともおかしなことをやっていましたとなんかこの時点でですねやっぱりなんか素人感がありますし被害者の方、ですね何かおかしいなーというふうにです、ね、もうお金出す前に気づかないといけないと思うんですけどね。 で、さらにですね、この半年と1年以外のメニュー以外にもですね、1週間だけ貸しますっていうようなメニューがあったりですとか、その時その時で、今回は何日間で何利益つけて返しますみたいなですね、誰かお金出しませんかみたいなことをですね、つどつどやってたみたいなんですよね。これ、騙す手口としてはですね、そもそもエンリケさんの名前をですね、全面的に出しているので、エンリケさんのファンからしたらですね、まあ、信用度が上がるということ。まあ、それでエンリケさんなら大丈夫かというふうに思わせることです。 ねそれからですねもう1つはですねこれもこれこれさんの配信に、えー、出演されていたですね被害者の方がおっしゃってたんですけども1回はですね約束通り返金されてたみたいなんですよね1回はですねきちんと約束通り返金して安心させたところでもっと高額なお金をですね引き出して結局お金が返ってこなくなると <laughs> 典型的なですね詐欺師のやる手口と一緒なんですよねこれ 出演者の方もそうですし他にもそういう方がたくさんいらっしゃいますということを言ってたので大人数の方にですね、こういう手口でやってたんだろうなというのがですね、えー、出演者さんの証言からわかるかなというふうに思いまます。まあもともと豚さんって、えー、過去に詐欺でですね、逮捕経験もあるというような噂がありますけどもこういうやっぱり詐欺の技に関する知識っていうのはですね、豊富にあったんでしょうね。<laughs> <laughs> うーんそういう人が絡んでるっていうところで、やばいなーっていうので気づかないといけなかったんですけどね。まあそもそも一定の利益をですね、確約してる時点で出資法違反の疑いがありますし、もうこの事業自体ですね、やっぱイメージに、イメージアップになることじゃないじゃないですか。まあだからこそですね、やっぱりエンリケさんはですね、えー、自分はこの事業について知らないことにしてくれと。 いうふうにですね、なんか以前から言ってたみたいなんですよね。で、そのお話をですね、実際にブタさんがですね、暴露していまして、これをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。これですね、ブタさんえ、エンリケさんのことをですね、鬼嫁さんと呼んでいるので、ここではですね、あのえ鬼嫁さんのことはエンリケさんのこととして聞いていただければと思います。え、鬼嫁さん、私は知らなかったって言いたいってずっと言ってた。 クリーンなイメージを保ちたいって言ってましたよっていうのでですね <laughs>。で、暴露されるんですけども、まあ、それはですね、こんな出資法違反疑惑が持たれる事業をやってることがですね、まあ、大きく広まってしまったら、やっぱいいイメージ持たれないじゃないですか。だからですね、あんまり、なんか、エンリケっていう名前も本当は使ってもらいたくなかったんでしょうね。うん、だからこそやっぱり、私は知らなかったことにしてくれつってですね、なんか、えー、旦那、えー、豚さんの方にですね、頼んでたみたいですね。で続き読んでいきますね。で、それに対して、えー、企業の 社長なんだから知らなかったなんて通用しないしそれは無責任だからそんなこと言っちゃだめだよって豚さんはずっと言ってた <laughs> まさに今指摘されているところですね。 えー、鬼嫁おおめがクリーン豚さんが悪者別にその構図でいいから豚さんが泥をかぶるのは構わないっていうのでですねまあ、豚さんだけに豚さんが、えー、泥をかぶるとこのメッセージを見る限りはですねまあ、何も知らなかったっていうのは嘘ですよねまあ、少なくともですねお客さんからお金を集めていたことは知ってたわけじゃないですかまあ、お客さんからですね DM が来ていたって言ってましたけどもそのお客さんからの DM 開けばですね何も知らないはですね嘘になるんじゃないですか まあ、さすがに何も知らなかったは嘘だと思いますけども、なんかこうやってどん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 嘘つくとですね、もう全てが信用されなくなってしまいますよね。まあ、旦那さん、えー、豚さんにまでですね、嘘を指摘されて、エンリケ終了というお知らせになりましたというとこですね。まあ、豚さんと一緒にですね、豚箱に放り込まれる可能性もあるかもしれないですね、これは。えー、これですね、やっぱ知らなかったを貫き通す理由としては、エンリケさん側にですね、弁護士がついているから、自分が逮捕されないためにはですね、どうしたらいいかっていう ですね相談の結果やっぱ知らなかったことにしようっていうですねお話になってんじゃないかなというふうに思ってしまいますよねまあもう知らなかったをですね貫き通せる状況じゃないわけなんですけどもまあそれでもですね、えー、知らなかった知らなかったということはですね弁護士に相談した結果の行動じゃないかなというふうに思ってしまいますねで実際にですねこの豚さんがですねエンリケさんの弁護士に関する発信もしていましてどうもですねこれ会社の弁護士とかではなくって、えー、エンリケさんのですね元お客 お客さんで、えー、弁護士をやられている方に相談しているみたいですね、えー、これはですね青汁王子の動画にですね、えー、エンリケさんが出演した際にも弁護士ってエンリケさんが発言する前に仲のいいお客さんって言いかけちゃってるんですよねちょっとそれ見ていただきましょうかょっっここですね仲いいお客ま,までは言ってますよね エンリケさん、ボルが出てしまってますっていうのでですね。まあ、こういう部分でもですね、豚さんが言ってることが正しい部分もあったりするので、まあ、豚が嘘ついてるって思う、えー、エンリケさんのファンの方もいらっしゃると思うんですけども、個人的にはですね、豚さんが正しいこと言ってんじゃないかなというふうに思ってしまいますね。まあ、結構ですね、具体的に説明もしてますからね。で、エンリケさんに関してはですね、何も説明しないですからね。うん。まあ、知られたくないこと、都合の悪いことだらけだと思ってしまいますよね。まあ、ただですね、これ、豚さん 別に擁護しているわけではありませんとまあそもそもですねこんな出資法違反の疑惑が持たれるような事業をやっていること自体ですねおかしなことですし、まあ、約束した日に支払いがされてないことについてですねまあ、今、支払い日を確定させている最中で、えー、後で返金されるんだからいいだろうみたいなですねそういうスタンスなんですよね。いやいや、1日でもこれに入金が遅れること自体おかしいことじゃないですか。 まあ約束した日に返金されていないんだから、まあ、詐欺って言われてもおかしくないわけですよね、まあ、お客さんによってはですねこう取引先かどこかの社長がですね亡くなって支払いが止まってしまっていますみたいなですね、まあ、だからこう皆さんにも返金ができません入金が止まってますみたいなですね、えー、説明してるみたいなんですけどもそんなのお金貸してる方からしたらですね関係ない話じゃないですかもう取引先から入金されていないのであれば代わりにですね銀行からお金を借りてくるですとか 会社で売却できるものがあれば売却してお金を作るですとかまあ、いくらでもやり方ってあるわけじゃないですか合流するお金だってあるわけですよねだってこの前にやっぱあのヨーロッパに旅行行ってるわけだ海外旅行で贅沢してるわけなのでお金がないっていう言い訳はさすがにできないと思うんですよねまあさすがにこのお金借りている、えー、そのお金をですね約束通り返さないといけないっていうですね意識がですね低すぎるなというふうに思いますかねまあ、あとはですね間違いなく返金されるのでご安心くださいとか ってですね豚さんおっしゃってましたけども散々返金しなかったやつがですね言ってることなんて信用できるかっていう話ですよね <laughs>。 <laughs> うんエンリケさんからしたらですね億単位のお金を借りてもですい、ね、まだにこう被害者の方がですね山のようにいるわけですからね本当に返金されるのか怪しいですよね、うんまあ、先ほどお話しした通りその取引先の社長の方が亡くなったので返金できません、ね、入金がなくって返金できませんみたいなことを言ってるって話ありましたけどもでも、エンリケさんに数億円のお金借りてるわけじゃないですか。 そんな数億円の振り込みがうーん入金が遅れて支払いができないとかっていうのってありえるのかなーっていうのがちょっとなんか疑問なんですよねそんな一人の社長が亡くなっただけで事業が止まってしまうような会社から数億円も振り込みがされるってなんか明らかにおかしいしなんか信じがたいですよねまあエンリケさんも嘘だらけなのでまあ夫婦揃ってですね一度まあ二人で豚箱に入ってもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、えー皆さん ですね今回ですね、えー、エンリケさんの旦那さん豚さんにですねエンリケは嘘をついていると <laughs> 知らなかったなんて嘘だと、えー、こいつは知っていたぞということをですね暴露して暴露されてしまったエンリケさん、えー、一緒にですね、えー、豚箱に行ってしまう可能性が出てきてしまったわけですけども皆さんですねこのようなエンリケ夫婦についてですねどのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね是非コメント欄でコメントいただけると嬉しいです えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄に Twitter ですとか、サブチャンネルの情報も載せていますので、ぜひですね、そちらもフォローですとか、チャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。